Train made of sweat and shadow. When you say goodnight, just squeeze me. But please don't tease me. I guess I'm metal. でまあコンテンポラリーというと、まあそのさっき言ったセレニアスボンコンペティション、あれで優勝したんちゃうかったっけ、グレッチェンって確か。グレッチェンもそうなんかな。で、まあハービー・ハンコがめちゃくちゃ褒めてて、ハービーの曲とかいっぱいやってるもんね。うん。まあ。だからその後さ、まあなんかさらっと触れるとさ、やっぱそのティアニー・サトンとか、あと、まあやっぱカサンドラ・ウィルソンっていうのがまたすごいなんか一大あって、で、そっから今度はそのね、グレッチェンパート、なとっていうのはまあなんか変拍子とかいろんなこうムーブメントの中でまた新しい、うん、本当に新しいシンガーとしてすごい影響力というか、まあ、すごい才能やと思う。だからものすごいみんな影響受けてるもんな。この人のアルバム、あのアルバム出た時にめっちゃやったもん、あの曲みんな持ってきててさ。あ、ほんま。いわゆるスイングっていうのがほとんどなくて、なんかいわゆるファンキーな曲が多いんやけど、すごいこう変拍子やったり凝っててな、めっちゃ面白かったけどな。で、アルミちゃんの今のそのさらに次の世代か。なんかそれでまた今って感じやけど、なんかニューヨークでそのモンクのコンペティションから出てきた何人かがなんかちょっと今熱いよね。でその中にこのセシル・マクローリンさんもいて、まあ私はまあ相当好きやねんけど、スタイルはでも、うん、エラに似てると思ったけど、そんな感じなの。やっぱそうこれとはまあもちろんエラとかの影響ももちろんすごい感じるけど、まあでも本当にこの人もこの人の独自のさスタイルというかあって、うん、でもちょっと今なんかそのムーブメントとしてまたそのスタンダードとかをやるムーブメントがちょっとニューヨークの方にはあるよね。その何人かいるんですよ。だからベロニカ・スウィフトっていう、ベロニカはやっぱすごいジャズミア・ホーンと、あとシェリル・エイミーさんとか、まあその辺がなんかすごい、なんか今、まあ、そこすごいなんか私はめっちゃヒットしてるんですけど、まあその中でもセシルは多分そのやっぱりそのパリというか、だからそっちの影響もすごいある人やから、あ、影響っていうかルーツがね、だからなんかこう混ざっててね、すごいのと、うん、まあサリバン・フォーチュナーとのそのデュオのアルバムがまあめちゃくちゃ芸術的で、私はまあまあ近年まれに見るびっくりしたっていう、まあ久しぶりにまあドーンと来てしまった、人ですけどね。ちょっと後でリンクに貼っときますわ。ドーンって来てしまいましたけど。そう。で、まあ、だから本当にいろんなあるけど、また、こう、ね、この今もそうやってもいろんな風に動いてるというかね。うん、また新しいもの作ってるからな、でも。その中でみんなアートしてるんですよね。なんかこう、なんていうかな、まあ自分なんかやとこう、いろいろこう、ビジネス的なね、なんか勉強とか目をしてたんやけど、こう売れる売れないって何かって言ったら、なんか結局、新しいもんっていうか、その古いもんでもリバイバルしてもいいんだけど、今を感じさせたら売れるみたいな。だから、こう、古いスタイルのものとなんかこう、例えば iPhone とかもそうやんか。だから、携帯電話も私アプリもあったけど、合体させて、こういうスワイプっていう新しいものを足したことによって、爆発的に売れたみたいな。だからこう、既存のものを、まあもう今音楽なんてもうやり尽くされてるからさ、既存のものを合体させて、今を感じさせるかっていうところが、なんかグレッチェンのサウンドとかもその当時の今って感じはすごいしたもんな、やっぱり。それって、まあなんか、今を感じさせることができるというか、まあ、自然なことなんやろね。今、クリエイトしてるっていうものに心惹かれるよね。やっぱクリエイトしてる、その、作ってんでもね、生まれてんでもね、それやっぱりヒットするよね。その感覚、今を一緒に生きてんでもね、みんなね。手法としてはさ、結局、まあ、言うてみたら、ビバップ時代にも、なんかパーカーが作ったことと、マイルスが作ったことと、まあ要はフリーとか、そういうのが結局、まあどれかの手法を使ってるわけで、なんか、
じゃあ新しい、ものすごい新しいこうアドリブ奏法ができたかって、そうでもないけど、結局なんかその最初の一番最初の頃に話したけど、やっぱブルースに戻るやんみたいなとこもあったりとか、結局なんかこうね、新しいものは作ってるとかっていう感じはもう音列でどうこうこうこうっていう話もな、じゃあ24回音階にしたらええかってそういうもんでもないしなみたいな、やってた人おったけど12音階をもっと増やそうっていう話、40何音階にしてやったら全然売れんかったみたいなと思うけどでもなんか、まあ、ジャズボーカルの今はなんか歴史のお話を今回させていただいてるんやけど、こうやってだから年表でなんかいろいろ話してきたけど、まあジャズ自体がもう本当にいろんなものを飲み込んで発展していくっていう、本当に音楽でなんかまあカテゴライズできるのかできないのかもわからないような音楽だし、まあ音楽自体がカテゴライズなんかできひんし、私も今日は今回こうやってジャズボーカルっていうあれで変わらせてもらってるけど、果たして自分がジャズボーカルなのかっていうことも、そのハテナマークでやってるし、で私たち日本人もそこで必ず悩むわけやんかね。じゃあ自分にブルースが流れてるのか、自分は何をやるべきなのか、ほんまに自分をクリエイトしていくのは何なんやろってとこですごい葛藤して、私なんかももう毎日毎日毎日その葛藤が続いてて、死ぬまできっとこれ葛藤していくんやろなって、自分たどり着けるようなたどり着けないようなことばっかりがあって、でもたどり着けなくていいと思うし、なんかずっとこれを繰り返してセッションしていくんやなっていうなんか覚悟はなんかあるんですけど、なんかそこが面白いなと思って、で今それ今回結構アメリカのその歴史にもあれしてますけど、そんなにたくさん派生できないからけど、まあ北欧の方でもそういうムーブメントあるし、ジャズボーカルでもいろんなスタイルが、それがなんか最近 YouTube とかでいろいろつながれるじゃないですか。で面白くて、例えば登録者がもう20人ぐらいしかおらへんけど、私と同じようなことやってる人がどこの国の人なのって思う人に出会えたりするんですよ。思わずチャンネル登録してコメントしてしまったりして、いやあなたのやってることすごい興味深いですとかで、今日もさっき売っちゃって、だこんなことしてる人がこれどこの国でこんなことやってる人がいる。でそんな人が例えばすっごいコンテンポラリーというか、なんかすごい混ざったような音楽をパフォーマンスはやってるんですけど、なんか練習はすごいビバップのコピーしてたりするのが上がってたりとかすると、なんかすごい共感して分かるわみたいな。それだからやっぱりそのなんか何がオリジナルって言っても、そんな何か歴史があって、私たちはそう吸収した上でなんかやってるわけで、本当のオリジナルなんてなかなかないわけで、でもやっぱりなんか本当に嘘をつかずに自分が歌っていったり演奏していくってどういうことなんやろっていうところでみんな葛藤していくっていうか、そういう意味では本当ジャズって何、ジャズボーカルって何っていうハテナマークの元にいると思うんですけど、なんかそんな中でグレッチャーもそうやし、セスリーもそうやし、みんななんかこう葛藤しながら、でも古いものに敬愛も持ったり、なんか革新的であったりしながら、まあ、ジャズボーカルっていうのもなんかやってるんやと思うんですけどね。まあ、俺もそのなんでジャズなんて言われたりすることもあるけど、なんかもう答え決まってて好きやからみたいな、ほんまにもうそれしかないもん ね。なんで日本人でジャズなんですかって言われて、ドラムセットがあったしジャズ好きやったからなんか好きになってもたからって感じ、だからそれをただ伝えたいだけの話で、別に万人に受け入れられる音楽ではないような気はするけど、でもかっこいい音楽。特に最近なんかさ、もうラーメン屋さんでもさ、居酒屋さんでもみんなジャズかかってる。日本人は多分サウンド的に合うと思う。なんか、音遣い、ブルースの音遣いって。いやーでもこんな日本でなんでこんなジャズでも流行ってんねやろねって思う時あるよね。いやだって他の国に比べた日本だいぶ、あの、ジャズの CD、ジャズの CD って多分日本が一番セル多いんちゃうか。ミュージシャンも多いよね。素晴らしいミュージシャンもいっぱいおるし。ねえ、いっぱいいるよね。そういう意味では、なんか、面白いな。で、学生とかも、俺なんか学校公演でいっぱい回ったけど、学生とかもみんなジャズね、いわゆるその、シングシングシングとか、ああいうスタイルのスイングジャズっていうのはみんな知ってるからね、やっぱり。で、かっこいいと思うみたい、やっぱり。ああいうの。
やっぱりそういう意味ではなんかこう、どっかなんかボタンがこうパッてこうあったら、ものすごいなんかムーブメントにもなったりするんかなと思って、ちょっとずつやってるんやけど、まあ、まだまだね、登録者もそんなに、ぼちぼち増えてきたって感じですけどね。ただすごいよ。すごいよ。そんなんできる人いない。ね、まあ、でも、そういう意味でもね、ちょっとずつでもこういう見てもらって、なんかこう、なんかね、俺やっぱりドラムのね、チャンネルやから、ドラムのやつ上げた方がバーって伸びるんやけど、なんかこういうのやるとやっぱね、全然違う楽器の人がいっぱい入ってきてくれるんですよ。ドラマーもやっぱりこういうの知ってるべきやって俺は思ったりするんよね。やっぱりこういう、流れとか、なんかこう、いろんなサウンド知っててみたいな。そう。だから、ジャズってアドリブやから、こう、人の音楽とか聴かない方がいいんじゃないですかっていう人おるけどさ。なんか、自分が亡くなるとか言うけど、いや、本読んだら自分が亡くなる人とかおれへんから。そう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 、ほんとそれ、なんか、黒田くんなんか歴史の話とか、歴史の人物の話とか好きやん。歴史ってなんで勉強すんねんって、さあ、その人のこといろいろ知って、で、自分のことを考えるあれにするんやんね。だから、いろんな音楽聴くってそういうことやと思うわ。好き嫌いいろいろあって、で、嫌いな人っていうのは自分の対局におったりするから、これ昔池田敦さんってサックスのね、先輩に言われたのが、やっぱりこう、名盤って言われるものは、まあ、プロであるからには、なんで名盤か好きになる必要はないけど、名盤って言われるのが分かるまで聞き込めって言われたことがある。でも矢野顕子さんもなんか若い、これから音楽を目指す人にメッセージをって言われた時に、やっぱりなんかどういう音楽が素晴らしいのかっていうものをなんか自分の軸として持つためにもう本当にありとあらゆるいろんないい音楽を聴いてほしいって言ってた。一般で聞くことで自分の中にもう自分はこれだ、こういう音楽とはこうなんだって、なんか自分の軸なのがやっぱりできることが大事やって、それはすごい思うね。なんか最初わからんでも聞いてみてるうちに分かってきたりすることもあるしね。だからまあ、どんどん変わっていくから、なんかここっていう感じになるわけでもないんやけど、でもなんか、なんか自分の好きな、自分が、なんかこう、なんか音楽でなんかこう、なんやろな、変わることっていうか、あると俺は思うんやけどね。なんか、このアルバムで人生変わったっていうのはやっぱ俺もあるからな、やっぱり。でもほんまあるんやね、黒田くん。黒田くんにとって人生が変わったアルバムって何なん？なんやろな、でも一番最初に、ジャズって俺やっぱりなんとなく雰囲気、現代的なジャズが好きで、なんかこう、アートブレイキーとかちょっと古臭いなと思ってて、最初。最初？へぇ。フィラデルフィアンズってアルバムがあって、ベニゴルさんとかな、あの辺のこうフィラデルフィアのメンバーばっかりやってるやつで、ドラムフィリー・ジョージョーンズ で、それなんかもすごいこう、いわゆるビバップ、ハードバップみたいなスタイルで、なんか最初全然思んなかったんやけど、なんかずーっとたまたまそれをターンテーブルに乗せて聞いてた時に、夜中、開眼したというか、なんか、すべての音がなんかこう背中をこうズンズンついてくる気がして、何これ、めっちゃジャズって面白いやんと思って、で、夜中の3時ぐらいかな、日陰さんに電話して、ジャズって面白いと思いましたって言って。かわいい。すごい、その、なんかこう、なんかこの興奮が止められへんから、明日朝コーヒー飲みに行かへんって言って、かわいい。日陰さんの家に行った。いい思い出やな。あれはほんまに、だから、いや、ジャズってこのチーチキチーチキやってるのが、かっこいい曲もあったよ。ベーシーとか、ああいうこう、スタイリッシュな、このなんていうかな、ガツガツってしたものは良かったけど、なんか、ふにゃふにゃしてる感じが いまいちしたよね、コンボとかは。そのアルバムで開けたら、今まであったアルバムで、まあ、とりあえず買っておいたってやつ、片っ端から聴いたら、もう一日中、こう、エクスタシーみたいな。何やこれ。何これみたいな。何これ宝石やんみたいな。この間もなんかこうもう、売ろうかな思ってたやつが、これどうなんやろうと思ったら、うわー名盤やん、これも名盤やんみたいなのが、あれが自分の軸を変えたアルバムかな。たまたまでも、あのアルバムがすごいかっていうんじゃなくて、自分の蓄積したのがそこで爆発したって感じはすんねんけど。ね、だからそういうの本当あるよね。ある時聞いて、うわーってなって、ね、みたいな。何これ、この、なんか、
なんていうかの、こういう立体になるなんかモノグラフみたいなのあるやんか。こういう、なんかこう、なんか点々しかないねんけど、よう見たらブワッてひっくり返して、なんかこう、立体になるみたいな。あんな感覚に近かったかな。飛び出してきたみたいな感じが、あの時でしたな。なんかでも私たち今日はさ、別に適当に自分たちが好きなこと喋ってるだけやけどさ、なんかそれ聞いてそう、へーと思った人たちに何かが起きたらいいね。まあそれ面白いことやね。まあね、その、何ができるか、たまたま僕は好きで、こういうのをやってて、ジャズ言うてるけど、一回見に行ったらようわからんかったっていうのは、まあわからんもんですよ、最初は。わからんよ、全然わかんない、みたい私もサラボンのアルバム初めて聞いたときは、でも分からんかったな。なんか、何をやってるんやろっていう感じやったな、そういえば。そう。なんか、でもなんか、コンピレーションみたいなんで。なんか曲もなんか確全部同じに聞こえるし、なんか何がいいんだろう。どこがどういいんですかって聞いたら、そのうちわかる言われた。なんか、面白いね。だから、なんかユニークな音楽やと思うねんな。でも、なんか、本当に面白い音楽やとは思います。だからまあ、ね、音楽好きな人はいろいろおると思うし、例えばね、俺が大学でこの間、そのジャズの講義をしたときに、すごい面白かったですって言ってくれた子もいたら、いや、つまらなかった、ボカロ聴いてる方がいいって言って書いてくれてる子もおって、ああ、ええねえねえ、それはもうそっち聞いたらええねえ、今は、みたいな。まあそうや、ほんまそう。いや、それでいいと思う。無理に聞く必要はないけど、ただ、きっかけとしてはね、なんかこう、たまたま何かこう探してるときに、これに出会ったときに、バーンってひっくり返るかもしれん、みたいなので、YouTube ですごくてさ、残るから、これって。なんか、これ残るの、こんな私ら今日久しぶりになんか適当に喋ってることが怖いわ。怖すぎる。これで10年後ぐらいになんかこう、なんかメール来たりすんねんて。なんかびっくりする。なんか、あ、こんなん出したみたいめっな。ちゃ怖すぎるけど、まあ、黒田くんから依頼されたので、お引き受けしました。適当なことしか言えませんでしたが。まあでも、その、ジャズボーカルっていうのは、どの時代もでもやっぱり、まあ、その、どのプレイヤーも、どの楽器の人もそうだと思うけど、結局は自分の周りで、なんか自分がこうやと思って生きてるうちに出会ったミュージシャンたちと一緒に、本当に影響しながら、何か、やっていくことやし、やってきたことが残ってると思うから、なんか自分一人で作っていくものでもないと思うし、なんか、そういう、なんていうか、そんな中の、中で歌っていくってことなんやろね、本当にね。なんかそう、改めてこうやって歴史を追ってても、結局はその時代に、のミュージシャンたちの影響を受けて、やっぱみんな、ね、なんかできていってるから、本当そうやなっていうのは思ったし、自分も、なんか、自分が関われる本当に人たちとそういうふうにやっていきたいなってすごい思うね。で、この日本にいながら、なんで、じゃあアメリカの音楽って言われたら例けど、でももうジャズは今もアメリカの音楽とは言えないとこもあると思ってるから、もう世界の言葉、世界の共通語になりつつあると思うから、なんかそこで、でもなんかアジア人である自分とか、まあもっと日本人である自分とかっていうのの今の自分をそのままなんか切り取れるようなことを、もうなんかやれたらいいなっていうのはやっぱなんか思う。改めてこうやって歴史を追えば追うほど、そこの葛藤っていうのずっと続くんやなっていう感じが今しました。いいと思います。なんかでも、なんか、最近のコーナー、俺大学とかでも教えてても、ボーカロとか流行ってると、歌を歌うっていうのは伴奏の人、歌の人って感じがするんやんか。なんまあか、ね、そういう文化になったからね。まあカラオケが流行った文化流が。行ってね、そうそうそう、そうやね。で、シンガーっていうのはまた別のあれになったからね、スターとしての。ね。だけどまあ、こう、やっぱ一緒にやるっていう感覚、なんかこう、みんなと音をやり取りするっていう感覚の音楽ではあるから、そういうのが分かるとめっちゃ面白いかなとは思う。ほんまにそうやと思う。その他にないもそうな。ん。ということで、長々お話ししてきました。今回はだから、グレッチェンとセシルの、アルバムを下の詳細欄に貼っておこうかなと思いますんで、お願いまあ、いしろいろ、まだし、な、喋り出したら他にも喋れないかん人いっぱいおるというか、ま喋らない。す。いやー、もういっぱいいるで。そら今日もね、言ってたけど、シャーリー・ホーンの話とかさ。なあ、ね、いっぱいいるよ。白人ボーカルでも、やっぱり、ね、最初はやっぱりリズムのことを、エッジが効いてる感じっていうのはやっぱどうしても
黒人ジャズの方がどうしてもね、俺らやっぱりこう、惹かれてしまうけど、でもやっぱこう、白人のサウンドっていうのは、やっぱりそれはそれですごく洗練されててめっちゃ良かったりするから、最近はなんかこうね、どっちでもいいかなーって感じがするし、でもう最近の人ってこう、アメリカにいて、こう、いろんな人と喋ってても、今黒人そんなに差別受けないんで、よっぽど。だからやっぱりその感覚はわからないって言ってたし、この時代のブルースの感じは僕たちもわからないって言ってるし、うん、それはそれでしゃあないよね、だって。だから、いやーてか面白いな、その話もな、そらそうやわな。そう。だから俺、黒人のめっちゃこう見た感じ、ドラムめっちゃうまそうな子の、この子のレッスンしてくれんって言われてさ、絶対この子より、で、教えたらめっちゃ下手なんやんか。で、見た目絶対お前の方がうまいんやけど、俺、まあ、だいぶマシやなと思って、で、いろいろ教えてたら、こう、アートブレーキがこれようやるんて、アートブレーキっていうのはでも僕は名前でしか知らないし、レコードも聞いたことがないみたいな。だから、アメリカにおるから、じゃあ俺たちよりも、なんかこう、知識が先かったら、別にそんなことないな、みたいな。日本にいても、どこにいても一緒やな、みたいな感じはするかな。俺はやっぱりジャズやっててよかったなと思うのは、こうシアトル行ってもどこ行っても、パーン、ポンって入らせてもらって叩いたら、なんかもう、旧知の友達みたいになるやん。なんか、秋吉さんがさ、秋吉敏子さんのインタビューで感銘を受けたのはさ、なんか、ジャズは、まあ、やっぱり、みんなに楽しめる音楽ではないかもしれないと。でも、まあ、聞く人選ぶかもしれない。でも、世界中にいるのよ、ファン。好きな人がって言っててんけど、本当にそうやなと思って、それはなんか心の輝きになったのを覚えてる。ああ、なるほどな。本当そうやと思う。そう。だから今、ブルージャイアントとかも海外のね、海外版、ブルージャイアント漫画があって、で、日本で海外に行って、ドイツ行ってって言って、で、アメリカに行くっていうな漫画なんやけど、だから結構、作者もよう音楽のこと知ってはって、いろんなこと書いてはんねんけど、なんかこう、面白い、で、その感覚がすごいわかるっていうか、ミュージシャン兼ねないな、みたいな感覚もわかる。あみたいなミュージシャンもおったりとか、でも結局お金じゃなくて自分の音探してるみたいなところが変が、なんかこう、面白いな、みたいな。で、あれ結構人気もあってね。あれの解説のビデオを作ってるけど、あれからジャズ、ね、僕のチャンネル登録してくれてる人も多くて。でもすごく、なんかいいムーブメント、だなぁと思って、そういうのも好きやって言ってくれる人、それ以上最近ね、ジャズを取り上げた坂道のアポロンとか、なんかジャズ取り上げた漫画がちょいちょいあって、こないだあれやで、ディズニーのやつ、ソウルフルワールド見た？もう見てない。今もう、見て、絶対見て。ガラガラになってほしいぐらい。本当に見てほしい。あ、わかりました。見ます。だってディズニーがさ、ジャズミュージシャンに憧れる人を主人公にするなんて、もう嬉しくてしょうがなかった。見て。もうめっちゃ泣いたよ。なんかすごい、むっちゃいいよ。本当見てほしい。ララランドはどう？ララランド。あ、もうララランド見てないね。あれも結構いいよ。そのジャズミュージシャンの、てかミュージシャンの葛藤とか。葛藤、へぇ、結構最後、いい、なんかいいなぁ、みたいな感じ。へぇ、ドラムとか、演奏が結構ジャズミュージシャンで、まあ、なんか、曲自体はなんかジャズっぽくないんやけど、なんか、それでなんか、それで。全然ジャズっぽくない、ハーモニーとか、その、なんかメロディーの感じとかもジャズっぽくないけど、ドラムピーター好きやね。びっくりする。そうなんや。なんか黒田くんがさ、なんか今日、この歴史の話でなんか聞いてくれる人がいるけど、そうやって、どこ行ってもなんかこう叩いたら、イエーイってなるって言ってたけどさ、結局ジャズって何やねんっていう話になるけどさ、まあ、でも一つの言葉みたいなとこもあるやん。なんかそれ覚えたらどこででもセッションできてる。だからもうなんかセッションの会話のなんかね、なんか何やろう。だからすごいものを生み出したよね。そんなことないやん。そんなんね。こういうことよ。リハーサルも何にもなくさ、はい、ワン、ツーで、世界中の人とセッションできるっていうさ、なあ。
それはね、めちゃくちゃも自分では財産やと思ってるからね。なんかこう。そこがすごいよね、本当ね。だからこう、なんやろうな、相手の音をキャッチして答えてあげたり、それを膨らませあげてあげるっていうことが、まあ、ポップスももちろんあるんよ。もちろんドラムで。度合いがこれぐらいしかないけど、ジャズの場合は全てにおいて、無限に行くもんな。もう、なんか大こう、気圏突破みたいな。そうそう、体験突破。ほんまに。宇宙まで行こうっていう。まあ、ポップスでもね、もちろん曲によってはあったりするけど、そういう瞬間。でも、まあ、ジャズはな、ほんまに大気圏突破が多いからな。大気圏突破したい人たちやもんな。だから、この間もちょっと、まあ、コロナの中でこう、3密ならないで離れながら、吹奏楽でちょっと教えに行ったんやけど、もう俺も口で教えるよりも叩こう言うて、一回叩くから見ときって言って。で、絶対にうまいこと吹けるからって言ってやったら、みんなやっぱり大気圏突破しましたって言われたもんな、やっぱり。あ、ほんまに。やっぱりみんな拍手してくれるというか、なんか、いや、なんか結局、俺がうまいとかじゃなくて、ジャズってここが楽しいねんっていうのを、まあこう、人に演奏して感じてもらえるみたいな、いや、自分がそんなすごいとは思ってないけど、でもやっぱりこう、解放じゃない？解放やんな。解放、なんかあるところまで行きたい。なんかこう、あんでこう、こう、体験突破できんくって息切れないで、こう、ぐちゃ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 ってしても、まあなんか、なんかさ、苦い酒を飲まなあかん日や。ということでございまして、まあ、まあ、何いつもや。の話は、だからこう、まあね、こう、この間、ちょっと他のね、サックスの浜ちゃんと対談した時もそうだけど、結局、俺らが言ってることすごい正しいわけでもなくて、ただ自分らがこう感じたことを言ってる、いや、歴史的にはちょいちょい間違えてたりとか、いう話をして、話をした時に、浜ちゃんに言われたら、いや、ジャズミュージシャンって基本いい加減やから、言われて。ませんみたいな。本当本当なんか、本当。うろ覚え多いからな、俺らも。なんか。何も歴史なんて知らんもん。私これ見て、黒田君のこれ見て、あ、そうなんやなって思ったこといっぱいあった。なんか、その、いや、まあ、なんかまとめるの好きやから、でもこれも、まあ、いろんなまとめた本とか読んで、ある程度自分なりにまとめて、はしょってってやってるそういうから。ことが好きなんやよね、黒田君はね、本当にね。こういう、まあ、日本人ってこういう勤勉が好きやから、こういうのを順序に立てて聞いていくと、わかる人も多いかなって感じかな。だから、うちなんか、僕なんかもこう、文化センターでこういうね、やつやってたら、こういうのを、取っかかりで教えるわけですよ。別にこんな知らなくても別にいいけど、知ってると、ちょっと聞いてみようかな。で、それは、100人聞けって言われたらしんどいけど、2人聞き比べてみとか、3人聞き比べてどれ好きっていうのはな。Facebook って映画見た？あ、見てない。Facebook 一番最初にやったのは、マーク・ザッカーバーグ。彼が大学生の時に彼女いて、彼女になんか、あんたなんかおかしいからって言って、なんか振られたんや。で、それを腹いせに、大学中の女の子の二人、なんか写真を、なんかこう、ハッキングして全部拾ってきて、入学願書のやつを拾ってきて、なんか二つ女の子が出てきて、どっちがタイプっていうのを押していくっていうサイトを作ったやんか。それがきっかけで、爆発的に、こう、で、女の子からもう思いっきりこうバッシング受けるんですけど、それ当たり前や。どっちが可愛いとか言って ランキング作って。それがね、いきなり全国的にこう広がるっていうか、やっぱりこう、どっちが好きって言われたら、まあ、わかりやすいかな、みたいな。今なんかめっちゃ嬉しそうに喋ってるよ。いい顔してるよ。あ、すいません。男子が出たね。また黒田節やね。男子やな。中二男子やもんな。永遠の。ほんまに、まあ、相変わらず物こぼすしさ、この間な、最近ですね、うち、まあ、犬飼うてるやん。で、犬ご飯中にはさ、こう、ゲージに入れてんねんけど、うるさいから。で、終わってからパッてあげると、必ず、俺の育てたところをバー探しに行くんやんか。この辺にご飯があるはずなんやけど、みたいな。俺がこぼすっていつも落ちてるから。だから この間パッて見て、あ、俺これこぼしてるからかなと思って あれ、いつもこの辺に落ちてるはずですけどって顔したのがすごいこう
もうすごいな。じゃあお掃除してもらってねな、ワンちゃん。申し訳ないですね、本当に。もう犬にまで、まあ、バレてしまってるというですね、もう中二男子やから、ずっと。いいと思います。そう。ね、はい。疲れ様でした。長かった。ありがとうございました。疲れいいます。え、こっちこそありがと感じることあった人、ぜひコメントとかでね、いろいろ書いていう。ただきたいと思います。ぜどうも。ひまた私もアルバムも出してますんで聞いてみてください。アルバム、アミさんのアルバムと、あと YouTube もあるので、見てください。じぜゃあ、ありひがとうご見ざいてくまだした。さい。お疲れじゃあ様。ありがとうございました。ありがとうございます。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作るときのモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。